はい、どうもどうも、花宮ネクです。今日も新女神転生5をやっていくぞ。前回ラストマップである上野に来て鍵を3つ集めろやって言われたわけだけど、ラストだけあってマップがめちゃくちゃ広そう。どの方向から手をつけようかな。これだけズームアウトできるってどんだけ広いんだ。とりあえず最初は北の鍵から行ってみるか。それじゃあ出発。ここはギリシアの悪魔たちの勢力圏みたいね。ねえ、私あの連中って好きじゃないな。だって自分たちが一番だって雰囲気でさ、他の存在を見下してるみたいじゃない。でもでもでも、ゼウスってやつは出身のくせに乱暴者みたいでちょっと親近感。ねえあんた、負けたらダメだからね。ね、いやマジで可愛い天の雑魚ちゃん、最高だ。一丁ゼウスってやつもボコしてやるか。おお、倒しに来たぞ。ゼウスさんよ、今さらだけどだいぶパブリックイメージと違うね。ちょ、最大 HP 以上のダメージを食らったんですけど。あ、バカな、最大バフと最大デバフでの発想飛びが160ダメージしか与えられないだと。っていうかそもそもこいつのレベルは72、私のレベルは57。もしかしてレベル上げをして出直せってこと？っていうかすでに15分ぐらい戦ってるんだけど HP が 20% しか削れてないんだけど、冗談抜きで倒すのに1時間かかるぞ。帰るわ。むむ、さすがにレベルを上げなきゃって話なんだろうけど、主人公のスキル構成ももうちょっと特化させるか。攻撃力が下がるがクリティカル時のみダメージがめっちゃ上がる。パッシブを導入しよう。これでいいのだな。このパッシブ、後で義経さんにも覚えさせないとな。技マシンを集めないとな。さて、ゼウスがヤバいので北ルートは一旦諦めて、今度は南西ルートに向かうか。経験値を稼げるサブクエとかあるかもしれんし、全員の外国支部トップに会ってみるのもいいかもしれない。む、イベントか。神の秩序を守ろうとするアブディエル様が負ける、そんなこと絶対にあっちゃダメだろ。アブディエル様には絶対に勝ってもらわないと。東京や、いや世界の秩序がバラバラになる。それこそが多様性だ。ふざけるな。正解はたった一つあればいい。そうだ、迷いなんていらないんだよ。だけど一体どうすれば。そうだ、神の秩序を求めるなら汝がそれをなせ。あの声も言っていたじゃないか。俺にはできなくてもアブディエル様の背中を押すことはできる。そうだそうだ、俺がアブディエル様を導く知恵を出せばいいんだ。だから俺は、
邪悪な笑みで笑っちゃったよ。金髪、お前そんなに面白いやつだったんだな。しかしこれで各登場人物のルートが確定した感じだな。金髪は秩序、メガネが重要かっこた心境、ヤクモッチが混沌か。ここは北欧の悪魔たちの勢力圏みたいね。ねえ、主神のオーディンってやつ、自分の兵隊にするために人間の魂を集めてるんだって。わざわざ日本に来てまでそんなことしなくてもいいじゃんね。ええ、地元に帰って巨人と遊んでろって、そう思うよね。ねえ、それはそう、都民の魂を勝手にバルハラに連れて行かないでくださいよ。さて、オーディンがいるらしい場所に来たんですけど、なんか上野に似つかわしくない謎の建造物が。この黒い塔の頂上にオーディンがいるっぽい。めんどくせえな。周りのオブジェクトを登ってみてるけど、見た目はいいものの異常に視認性が悪いっす。自分の近くだけがちゃんとした足場になるな。ここまで進んだのに行き止まりかよ。よくないよ、そういうの。ここも宝箱があるだけの行き止まりだったか。チャンプ、ムム、サブクエスト発注者がおるな。何かお困りですかい。なんかブチ切れてる、怖。あ、この人、私が日本支部所属って知らないのか。どうも、魔王を倒した勇者です。ベテル本部に忠実なしもべです。よろしくな。お、主神不在のエジプト支部が不気味だって。エジプトの主神って誰だ。我が名はアデムとか、ラーの翼神竜とかか。さて、ほう、疑わしいので殺してこいと。物騒だな。まあエジプトも独立したしな。わかったわかった、後で見てくるよ。しかしそうか、四天王が出てきたのに鍵は3つだけって思ってたけど、エジプトはサブクエストで関わってくるのね。ちょっと影が薄いな。ふ、なんとかオーディンの元にたどり着けそうな道を見つけたぞ。うわ、別のところ行こっか。気分転換にマックのジャミング装置を壊しに来たぞ。ここに来るのも一苦労で、あんまり気分転換にはならなかったけどな。何、スライム、ガキ、オンモラキ、ピクシー、初期メンコじゃないか。懐かしいな。懐かしいのはいいけど、全員レベル99ってのはどういうことだい。勝てるのか、これ。とりあえずクリティカルで物理無効じゃねえか。こいつらただレベル99になったわけじゃないぞ。なるほど、アクティブスキルは当時と全く変わらないが、毒を強化するパッシブ2種類に物理無効が増えてる。無効な。じゃあ全体光魔法で弱点つくか。さすがに光無効は誰も持ってへんやろ。オンモラキー、なんで光無効持ってんの。待て待て待て、行動回数8回は狂ってるって。なんとか生き残ったが、次のターンは相手が確定クリティカル。12回連続行動してくるってことかい。めちゃくちゃだろ。あ、そういえば聖女ちゃん、せっかく仲間になったのに専用演出見てないね。まあ今後見る機会はあることでしょう。まずい、攻撃してたけど誰も倒せなかった。12回連続攻撃が来る。主人公だけにでも魔法反射を貼っとこう。よし、さあ来い。多分主人公以外は全員死ぬ。
ブラックライダー君は弱点の風を食らって死亡。えらいことになると思ってたけど案外無事だったな。単体状態以上を連発してくれて助かったな。しかし体勢を立て直すので精一杯。誰か一人は落としたいんだがな。これで全ステータスは最大まで下げた。どうにかならんか。これで、うん、割とよく避けてくれるな。基礎レベルが低いとレベル99でも大したステータスにならないのかしら。と思ってスライムのステータスを見直してみたらめちゃくちゃ低い。逆になんでこのステータスでめっちゃダメージを食らうんだ。やっぱりレベル差補正がでかいのかな。さていつもは超必殺技を確定クリティカルに回していたが今回はビッグバンを使ってみよう。万能全体攻撃を食らえ。ええやん。やっぱり耐性がよくわからない相手には万能属性に限るな。ピクシー殺害。ちょっと心は痛むがこれで回復されることはない。一気に敵の行動回数が半分の4回になった。ここまで来ればあとは安泰だな。そうでもないかも。素で2連クリティカルするんじゃない。シュドラ、あんなしょうもない腰振りモーションの氷魔法で。耐えた、耐えたぞ、死ねや。面白いコンセプトの相手だったもの。めちゃくちゃ苦労したな。やっぱりレベルが全く足りてないな。動画外でちょっとレベル上げしておこう。といったところで今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。